はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の4編の力試しの解説やっていきます。なので、まあ、そのページを見ながらぜひね聞いてみてください。では早速1番からいきましょう。で、丸1がちょっとこっちにはね問題文書いてないんですが、内角の和が2340度である多角形は何角形が求めなさいという問題です。で、これは内角の和を言われているので、まず公式ね、書いていきましょう。内角の和の公式は、180度×、まあ、カッコだね。L-2。で、この N の部分がその何角形？例えば五角形だったら、ここが5になる感じです。で、これが内角の和の公式だから、今これが、2340なんですよね。で、これで終了です。もう式は。あとこれ解くだけね。で、これ、180を配ってってやってもいいんですけど、個人的には、右辺も左辺も180で割っちゃおうぜ、のが好きです。俺はね。だから、180で割ると、例えばこっち。暗算、いけるかな割ると、1でしょ ?180 で、あと540だから3か。13だね。180で割るとね。で、左辺に関しては、180で割るっていうのは、ここが割られて消えるだけなの。だから、カッコも取れて、N-2 ってすごい簡単になります、こうやって。ってことは、あと N、-2移行するだけなんで、N=15。だから、15角形っていう。で、それ書くときはね、関数字使ってください。で、これで、終了と。ね、公式覚えてればできるよってやつですね。で、2番が、今度、一つの内角の大きさが162度になってる、なってるのは、正南角形が求めようと。で、これは、一つの内角で攻めてもいいんですけど、一つの内角よりも、一つの外角の方が簡単なんです、求めるとき。これ、個人的なおすすめね。だから、今、一つの内角が162度。で、これを外角に話を変えます。一つの外角にね。で、これすぐわかるんです。18って。で、なんでかっていうと、今は正南角形っていう話をしてますけど、例えば、じゃ正三角形ありますよね。で、正三角形っていうのは一つの内角60度です。全部60だから。じゃあ一つの外角はって。外角はその隣の部分だから、ここは180からこの内角を引いたものだよね。必ず。ってことは、180から一つの内角の162を引いてあげたものが、一つの外角になると。だから18ってすぐわかります。で、一つの外角にするとすごく楽なのは、外角っていうのは南角形でも絶対足したものが360って決まってるんです。ってことは、もうこの後に、360割る18をしたらもうそれで終わり。で、これ割り切れて20になるんで、だから20だよっていう。で、今回は正南角形って聞かれてるから、答えもちゃんと正をつけて、正20角形で、これで丸になります。まあ内角でもいけるんだけどね、絶対外角の方が楽です。一つの時はね。ごめんね。で、次が角度の問題ですね。2番の方がね、見た目のインパクトあって、やり方もすぐ思いつく子。まあ、知ってる子はね、できると思うんですが、こっちちょっとめんどくさいですね。で、この、まあ、ごちゃごちゃしてて、角度を求めるとき、攻め方が2つあります。2つ。で、1個はもうがむしゃらに分かる角度を書き込んでこうっていうのが1個。例えば、この62の隣、ここね、ここ。ここは180から60に引いたものだから118とかすぐわかるんだよね。で、それがここの X を求めるために使う使わないはわからないです。わからないですけど、複雑な角度の問題っていうのはとにかくわかる角度を書いてみる。で、書いていくうちに、あれ？ここがわかったらここいけるんじゃね？みたいな道がひらめく時があります。だからそれが攻め方の1個。で、もう1個は、ここの X を求めるために、ここの角度が分かったらいけるんだけどなっていう逆算ってやり方です。これは X っていうゴールから逆に辿っていくの。今スタート地点にいてどんどん攻めていくんではなくって、
逆からこの道通ったらいけるんだけどなってのを探るの。例えばここの X、 これ実はここの角度が分かったら X 求められます。例えばここが30だとしたら、ここ92ってすぐ分かります。なぜならこれ、ここの三角形見てください。三角形2つの内角を足したものは残った内角の外角と一緒なんだよね。これ昔やったやつね。だからここが30って分かれば、30と62足して92ってすぐ分かります。じゃあここの角度分かんねっかなって考える。で、実は分かるんです、今回。で、なぜかっていうと、伸ばします。ここの三角形見てください。ここ27です。ここは求めたいです。ここさっき言ったお隣さんなので、180から86を引けば出てくる、つまり94度ってことが分かるんです。で、三角形の中27と94が分かったんで、残りは出せるよね。180から足したものを引けばいいから。で、2つを足すといくつだ、121だから、180から121を引くので、ここ59度で分かる。だから X は59足す62なので、121度と、これで終了になります。まあ、こんな感じで複雑なね、問題も出てくることあると思いますんで。で、次が、ここまあ L と M、M 書いてないけどね、平行線になってて、で、普通は1個だけなんでね、カクカクって折れるだけ。今回ちょっと2回折れてますけど、でもこれ2回折れてようが、1回折れてようが、やり方基本的に同じです。でも、1回折れてるパターン書こっか。こうやってね、平行の線があって、1回折れてるとき、まあ大体ね、こことここの角度があって、ここ求めなさいみたいなのがあるわけですけど、ここを伸ばしても解くこと、ここに平行線引いて解くことに分かれます。で、自分はこっちのがおすすめするんですけど、平行線引く方、こっちで教えちゃうんだけどね、いつも。で、それを使ってこれも解けます。で、さっき言ったように、2回折れちゃってるんですが、2回の底の部分に、両方とも平行線引いてください。こうやって。で、とにかく、錯覚を使って近づけていきます。例えば、錯覚の Z とか、錯覚の逆 Z って話をよくしますけど、ここ見てください。ここです。Z ができてます。ってことは、挟まった角度は同じなので、X の下の部分は23度とすぐわかります。この部分はね。で、次、上から攻めます。Z は、こっちですね。こっち向きで攻めたい。で、こっちの角度が欲しいんだけど、180から、お隣さんなんでね、180から123を引けばいいから、ここ57度ってすぐ分かります。つまりこっちも57度、もともと72って割ってるから、上が57なら下のこの部分は72から57を引いたものに一致するよね。ってことは15度なんです。15度で、見にくくても、ちょっとね、こっちごちゃごちゃしたら見にくくなったらごめんなんだけど、ここの部分。これ、錯覚の逆 Z が発動できます。だから、この15度と X の上半分が同じ。つまり、上は15度になるので、X、上半分が、上半分でおかしいか。上が15度。下が23度って分かったから、15足す23で、38度と。これで終了になります。一応こっちどうつけておこうか。回答にも入ってたね。まあ、こんな感じで平行線引いて解いてみてください。で、最後に、証明ですね。で、これは正三角形使った証明なんですが、ABC と、問題は CDE の順番か。CDE が正三角形になってます。で、AD と BE か。の交点が F なんですが、この時 ACD と BCE であることを証明しなさいと。いいかな？で、ちょっとちっちゃいですけどね。ここと、色変えようか。よいしょ。この2つ。
が合同であることを証明したいんです。で、これはどうするかっていうと、もう正三角形って言われたら長さが同じが使えるんだよね。なので、もう仮定からひとまずここ AC と BC は同じです。なぜなら正三角形だから。で、同じように CD と CE も同じです。なぜなら正三角形だから。ってことは、あと間の角だけ同じだったらいいんだよね。ここです。この部分ちょっと書き出そうか。ちっちゃいけどね、この部分の角度とこの部分の角度、ここね、これが同じって言いたい。でもこれ、俺先にね、口で説明しちゃいますね。この部分っていうのは、例えば青の方からいきましょう。ここで切ります。そうするとこうね、正三角形なので切ると、ちょっと大きく書こうか、まあ、こんな感じになってて、ここって正三角形だから60度ですよね。60度プラス、ここわかんないよ。ここわかんないけど、ACE となってます、今。60プラス ACE なんです。これ覚えておいてください。で、赤の方を見てみると、これ、ここに正三角形があるんで、こっち側、こっちが60度で、ここは ACE なんです。つまり、分けて書きましたけど、両方とも60度プラス ACE なの。ってことは同じじゃない？同じものなんだから。だからここの角度同じですよねっていうのをちゃんと書けば、もう証明として2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいと言えるので、もう OK だねみたいな。これで道筋ができます。だからあとはね、証明書いていきましょう。で、三角形 ACD と三角形、一応合わせようね、BCE かな。BCE で、で、細かい言葉の言い方とかはね、あんまり気にしなくていいですけど、まずここに合同条件の、あ、合同マーク書いちゃダメだよ。最初に書くと×食らうからね。で、最初仮定よりでいっか。仮定より。で、あのね、答えとね、一応合わせようと思って、ちょこちょこ見ながらでごめんね。まず、AC イコール BC。これは1番。で、もう一個の長さの方が CD と CE。 これがさっき言った、長さの方ですね。ここ AC と BC 同じですよねって。で、CD と CE が同じですよねってやつです。で、最後に角度の方行きたいんですが、で、ここでさっき言った角 ACE じゃねえや。ACD か。ACD イコールここです。赤の方ですね。赤の方が、角 ACE プラス60度になってますと。で、青の方も同じように書くと、角 BCE。で、こっちも角 ACE プラス60度になってますよって、ちゃんと書きます、これを。で、一応ここに番号書いて、で、3。4より、今回答えにはね、番号書いてるんですが、この2個書いて、よってって書いても平気です、別に。書けたらね、細かく気にしなくていいですけど。なので、角 ACD と角 BC が同じでしたと。いいかな。で、これで1番、2番、5番使えば合同条件発動することができるので、1、2、5より、2組の辺と、ちょっと待ってね。その、間の角が、それぞれ、よいしょ、等しいのでかな？等しいからかな？等しいからだね。等しいから、三角形、最初に言いたかったやつ。ACD 合同三角形 BCE と、これで終了となります。まあ基本的にね、正三角形出てきたら絶対長さ使います。で、今みたいに60度プラスほにゃららっていうので角度が同じっていうのもよく出てくるパターンなので、まず気づけるところから、で、気づけたらこういう風に書けばいいんだって、多分この辺がね、
書き方としてちょっと新しく感じる子もいると思いますので、まあ、こんな感じでですね、練習してみてください。では今回は中学校2年生の参考書の4編の力試しの解説やらせていただきました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。では他のねところも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。